んにちは、かなのあレシピ。今回はですね、はい、あのキキなんとかってあるじゃん。うん、流行ってるよね。キキじゃがりことかソタピオカとかね、あるじゃん。ということで今回はキキグミにチャレンジしたいと思います。うちらはブドウ味に絞りました。そうです、絞りました。それがこちらです。ブドウ味のグミでキキグミをやりたいと思います。イエーイ。じゃあ早速やっていきましょう。あ、商品名言おうか。商品名だ。一応今回紹介しましょう。まず、はい、じゃあ一つ目、フィットチーネグミのブドウ味です。長細いやつですね。めちゃくちゃ特徴あるよこれは。ね、ある。で次に果汁グミ、とろけるとろける2つの果実。そして次、こっちは普通の果汁グミのぶどう味。なんか超ぶどう食べてる感あるよね。ある。美味しいですね。そして続いてこれはもうなんか一番人気なんだってぐらい人気のピュレグミのぶどう味です。そして最後はシゲキックスのゼロッシュのグレープ味。あ、これさ、あれ全部こやってからの方がいいから一個一個やる。全部食べて順番当てる。あ、そうだね。そうしよう。はい、じゃあそれではやっていきます。どうしようかな、どうしようかな。これにします。どうぞ。はい、噛んで。なんでしょう。あ、なんかなんとかチーネグミか、うん、なんかゼロカロリーみたいな。ゼロッシュ。あ、ゼロッシュ。2個目いきますよ。ツツツツ。名前なんだっけこれ。頑張って。え？2つ目いきますよ。待ってもうわかんない。最後5つ目。うん、これ好き。これはさすがにわかるかな。じゃあ、うん、ノアが思う順番を言ってください。じゃあ1つ目。1つ目がゼロカロリー。ゼロカロリー。ゼロッシュ。ゼロッシュ。2つ目が、はい、贅沢とろけるみたいな。あと、とろける2つのやつ。2つの果実。うん。で、はい、3個目が、はい、3個目が、うん、ペットチーネグミ。4つ目が、なんだっけ、ハートのやつ、ピュレグミ。そうそうそう。で、5個目が、ノアが好きな果実のやつ、おもちゃみたいな。うん、それですね。果汁グミですね。はい、正解はどうぞ。じゃーん。まず正解1個目、ペットチーネグミでした。ノアはね、ゼロッシュと言いましたが、ペットチーネグミでした。はい、2つ目。え、ノア、とろける2つの果実、これはね、正解でした。大正解。そして3つ目のはね、フィットチーネグミなんですけど、実はピュレグミでした。はい、そして8つ目、ゼラッシュでした。え、これいけるよ。最後に果汁グミは正解でした。お見事。3つ間違えました。よし、じゃあ次カナがチャレンジします。最初これいきますね。こちら、いいよ。はいはいはい。これも簡単です。次こちら、こちらいきますね。あー、うん、オッケー。かなもうね、多分パーフェクトだよ。2つ目は果汁グミ。うん、2個目。2つ目はゼロッシュ。3つ目はフィットチーネグミ。4つ目はピュレグミ。5つ目は2つのとろける果実みたいな。正解はじゃん。合ってる。合ってる。合ってる。え、何、合ってんじゃないの。うつ、合ってる。よかった。イエーイ。いやいやいや、合ってました。は
い、続いて今回はキキグレープ味グミでしたね。やってやっていきました。他のお菓子でもやってみよう、やってみたいんで皆さんぜひキキなんとかみたいな、何やりたい、やってほしいかあったら、やってほしい食べ物飲み物ありましたらコメント待ってます、待ってます、お願いします、お願いします。はい、ということで今回はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます、ありがとうございます。チャンネル登録と高評価皆さんよければよろしくお願いします、お願いします。次回もお楽しみに、バイバーイ。虫歯になりそう、グミ、やばい、おいしい。